ドリンク代だけ、手作りパンモーニングにメロメロ。愛知県弥富市にあるファーマーズカフェさん、おはようございます。いらっしゃいませ。カントリー調の雰囲気が魅力的なこちらのカフェ、ドリンク代だけのモーニングが人気だそうで。お待たせいたしました、手作りパンのモーニングです。コーヒー480円でサラダやデリ、手作りパンがついてくるモーニング。パンは日替わり。この日はしっとり食感のロールパンとバターが香るクロワッサン、スクランブルエッグにフライドポテト、自家農園の採れたて野菜を使ったサラダもセットです。モーニングは全部で8種類、バニラアイスと自家製のふわふわフォカッチャのセットや、あふれんばかりにチーズを乗せた焼きトーストなどもあります。東名阪自動車道蟹江インターチェンジから車で15分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。メーテレの朝の番組ドデスカでは、東海3県のバラエティに富んだモーニングを毎日1件放送しています。7時50分頃からの放送です。またドデスカチャンネルとドデスカの公式ホームページでは、これまでに放送したお店を紹介しています。ぜひご覧ください。